じゃこんにちは。なんか最近ピンチ動画多いですね。いや知らない。ピンチ。今から？今からピンチの話をします。ピンチはチャンスって言うじゃん。逆にね。寄り添ってんだよ。ピンチの横にはチャンスが。あ、もう表裏一体なんですね。そう。ただこの選手、はい、ピンチからチャンスもらったのにまたピンチになってしまいました。日本ハムの清宮選手2軍に降格という、これはあの、ね、今川選手だったり野村選手が上がってきたのと入れ替わるように降格という感じになってしまいました、はい、で5月4日これオリックスとの試合の後新庄監督が清宮選手についてこの日は1番で起用したんですが、うん、今の状態なら何番打たせても一緒、何も考えずにトップで打たせてみようと、でも状態良くないですね、打球が上がらずにゴロアウトが多い状況について、どっしり感がないというか割れてない、下半身と上半身が割れてない打ち方、捉えた打球が捉えきれてないということはあるんじゃないですかと分析ということで、悩んでるな多分バッティングでな。どういう、いやだからまあどういうふうにバットを出せばいいかとか、タイミングの取り方だとかいろんな悩みあるんだよ、はい、まだ前突っ込むなとか、だからまあそういう悩みがある中で打席に入ってても結果はよく出ないよね。その悩んでるその理由っていうのはどこから来てるんですか、悩みの原因というか。まあ自分の自信のなさだろうな。それもちろん自信が持てるだけの、まあ昨年もちょっと結果は出てないし、まあ今年は上がってきて、確固たる自信を持って上がってきてるわけではないと思うし、あとポジションにしてもやっぱサードではないな。サードではない、うん、やっぱ守備の精神的な負担っていうのも、もうバッティングに影響が出てるよね。これなぜかというとやっぱチームが強いから、はい、だからミスができないとかね、まあ、そういうこともやっぱこう頭のいい子だから考えると思うし、だから追い込まれていくよね、どんどんね。あの下で結果が出たから新庄監督はもちろん上に上げたんですけど、まあ、その下では結果出て、どうしその下と上の違いっていうのはプレッシャーの違いだよ。精神的なことってことだから言えばイコールプレッシャーに弱い子かなっていうふうには思うよね。あとこの新庄監督がおっしゃっていた割れてない下半身と上半身が割れてない打ち方っていうのはどういうことを指すんですか。だからまあこういう引きがあるんだけども、はい、これがピタッと決まらないで打ちに行けない、もうこのまま打ちに行くという、あ、まあ、焦りだろうけどもね。焦りなんですね。こんなことはすぐ解決できるけどね。お、どういうふうに、おじゃないよ。いや今前のめりになっちゃいました。どうすりゃいいんだって。いやこれは、はい、やっぱバッティングの理論をちゃんと自分の中で確立させないと、うん、だからここでこうした方がいいんじゃないのかな、ああした方がいいのかなっていう迷いがあると試すようになるでしょ、はい、試してるうちにバラバラになってくるんだよ、うん、でもこれだったら打てるっていうものを構築させておけば、はい、別に慌てることはない、うん、例えば清宮選手だったらどういうふうな打ち方っていうのを軸にやっていけばいいんですか。早稲田実業の時にあれだけ打てたでしょ、はい、だからあれを思い出すことだよ。あの高校生の時のってことですか、うんうん、なんでおかしい、100何本打てんだよ確かに、まあそうですけど、ああそうか、いや打ち方なんてねそんなに変えられないって。極端に変えるか、はい、それともあれを少しアレンジしながら打つか、うん、打ち方ってね人間の体の仕組みがあって、はい、なかなかねその極端には変えられないものがあるんだよ、うん、そしたらミートするポジションだとかそういうものも全部変わっちゃうから、はい、ね、それを今もう結果が欲しいわけでしょ。もちろんです、はい、これ1年目2年目の選手じゃなくて、うん、これから自分の形を確立させていけるような選手じゃないでしょ、うん、もう言えば後が少ししかないような選手になってきてるわけでしょ、はい、チームが強くなって他の選手たちが伸びてきて、うん、自分の居場所がだんだんなくなってきて、うん、もうそうだったらもう一回やり直してももう遅いから、はい、いやそれだったら自分の高校時代打ってる、うん、そういうイメージビデオでいいから見といてほしい。あのいい時のイメージのビデオを見て、うん、そのフォームにもう一回こう思い出すっていうことですか。で何を言われてもいいから、うん、打てれば、うん、結果が出れば誰も文句言わない、はい、じゃあ信じてるとこがあるんだったら行ってこい、うんうん、そこに、うん、それが一番の早道だ。ただやっぱりね野球っていうのはうまくできていて、はい、ポジションにもつかなきゃいけない、うん、つかなくていいのは DH だけなんだ。ここにはレースだとか他に打てる選手がいる、はい、
そしたらポジション的には守れなきゃいけない、うん、守れないもん。そうですよね、エラーもあったりとかしましたし、いやだからそれはやっぱもう辛い境地に追い込まれてるよね。でも使いたいぐらい打てばいいんだよ、うんうんうん、守備固めを用意してるから、はい、ね、そしたら簡単なことだよ、うん、やることは一つだよ、うん、自分の理論を確立してそれで打てるようにすることだよ。そしたらブレなくなるから。新庄監督は清宮選手にどんなことを求めてるんですか、バッターとして。打つことだよ、打つこと。それはもうホームラン含めて、ね、まあ、ホームランを含めて、うん、輝けっていうことだよ。そうですよね、うん、あの新庄監督が初めて就任された時に清宮選手に向かってちょっと重いんじゃないっていう風な感じのアドバイスから始まったじゃないですか。まあ、痩せた方がかっこいいと思う。そう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 、痩せた方がかっこいいと思うよっていうところから始まったところから、今新庄監督って清宮選手にどういう風なバッターになってほしくて、どういうことを求めてるのかな。それぞれ求めることって違いますよね。例えば万波選手に求めること、松郷選手に求めることとか、田宮選手とか、まあ、万波に近いだろうね。うーん、一発大きいのだったり、まあまあもちろんそうだよね、まあ、それがその魅力がないと何も残されないというかさ、特徴が、はい、だからやっぱそういうなんていうの、大きいもの、うん、そういうものはやっぱ望んでると思うし、うん、まあ、それを結果で出さない限りやっぱ上には上がってこないよね。万波選手はもう一番のそのポジションも確立されてるし、もう必要な選手じゃないですか。で結果も残せてる。万波選手と清宮選手って何が違うんですか。チャンスをものにできたかできないかね。万波選手はものにしてますよ、ね、ものにした。10試合黙って見ててその中で結果を出した、うん、で清宮も10試合ぐらい我慢しててくれたよ、うん、だけど結果が出せなかった。それは精神面ですか、それとも打席でのその技術とか何の違いなのかなっていう。ハングリーさじゃないかな。ハングリーさか、うん、やっぱ万波ね、横浜高校で、うん、やっぱりハングリー精神はあると思うよ。清宮ってお坊ちゃんみたいな感じがするもんね、うん、まあ、イメージありますね、うん、だからお坊ちゃんが悪いっていうんじゃなくて、うん、やっぱこう競い合ってきてるかどうかっていう、お山の大将で来てるかどうかっていうね、うん、いうことがあると思うよね、うん、まあ、新庄監督になる前の、まあ、清宮選手の扱われ方だったりとか、そのどういう、そのいや、もう最初の取っかかりがね、うん、よくなかったな、うん、やっぱ基礎をしっかりやらしとけば、うん、守備にしたってバッティングにしたって、うん、中途半端に1軍に上げて、うん、中途半端に使って、うん、2軍もあんまり経験してなくて、なんかこう中途半端にこう育ってきて、うん、新庄監督になった、うん、その中途半端なものがやっぱ新庄監督に伝わるんだろうな、うんうん、だからこれは清宮のせいではなくて、うん、まあ、球団のせいかもわからないけども、はい、やっぱそこで感じなきゃいかんよな、このままじゃいけないっていうことを、うん、そうですよね、うん、こう上がってきたその郡司選手のハングリーさとか。いや郡司はさ、うん、やっぱり痛い目合ってるよ、うん、痛い目っていうか悔しい目に、はい、だからここをやっぱこうね、ものにしないとっていうのがあるよな、うん、ありますね。だからそういう食いつきっていいよね。あと水野選手にしてもそうですよね。水野なんかもうマムシかっていうぐらいあれするからね去年ね、ポジションがなくてっていう上川畑選手と同期で、でも上川畑をセカンドに追いやってるからな。そうですよね、あのハングリーさというか、うん、いやそれと田宮ね、はい、田宮選手、うん、だからああいうことを見てると自分に足りないものっていうのは清宮は感じてほしいよな、うん、ただあの子は人がいいからな、うん、本当に人がいいんだよ、うん、思います、ね、優しい子だしさ、うん、ただやっぱサードやらしてたらやっぱ向こう結構ね、うん、難しいし、自分のいいところって多分出せないと思う。でもファーストでマルティネスがいる、はい、でそれを追い越すだけのバッティングがあるかっていうのはない、うん、辛いな。トレードいやそれ噂で出てるあれですよね。あ、そうか。いやそうなんです、まあ、X でね、これはもう全然噂なんですけど、そうなんですよ、トレード、秋広選手とトレードなんじゃないかって、まあ、ないとね、そんな思いますけど、でも、いや、ないと思う、巨人、まあそうですよね、巨人、ね、ないと思うんですけど、でも本当にこれのままじゃトレードになったりとか、ね、まあそうだな、でも環境変えるとね、またちょっと違った。あものが出てくるのかなっていうふうには思うけど、はい、今やっぱりもう日本ハムは戦う球団になっててさ、はい、いやもたもたしてる選手に手を差し伸ばすだけの余裕っていうか、うん、そういうものはないよね。はい、ないです。
もうついてこれないものを置いていくっていう、もうそういうなんかこう素敵なチームになってるからさ、だから早く追いつかないとさ、もう置いてくるに食らって、あれそういえばあいつどこ行ったみたいになっちゃうからね、なりかねないですよね。なりかねない。だからキャンプで出遅れてファームから始まって、やっと新庄監督が上げてきて、ただそのチャンスをものにできなくて、で野村選手、今川選手が、俺新庄監督はね、上げるつもりがあったのかどうかだよね。あ、俺そこが疑問だよ。何かの圧力で上げたんだと思う。何かの、あのそこはね、まあ、何かの圧力か、なんか政治的な匂いがするけども、何かの、いやだってファームでホームラン打ってないでしょ。ファームで打ってないんだよ。そっか。いやだから俺新庄監督は絶対俺は上げたくなかったと思うんだけどね。まあ何かあったのかもしれないですよね。そう推測しちゃいますよね。ただチャンスはね、与えてもいい選手だよね、まあ、昨年あれだけの数字残したっていう、まあすごくきっかけをつかんだ年になったから、だからあのまま放っといてって。でも新庄監督は俺ホームラン何発か打たないと俺上げないような気がしたんだけどね。そうですよね。現に今川選手だとホームランね、下でやっぱり打って上がってきて、そうそうそう、野村選手も上がってきてって実力でっていうところですよね。だからまあ3割前残してたけども、なあ、求めるものが違うんですね。求める2割5分でいいから10本ってこいみたいな、うんうんうん、そんな選手でしょ、はい、だからあとはもう打点だよな。そうですよね、うん、でもこれ、まあ、今川選手、野村選手が上がってきて、この2人がやっぱり結果を残すとますますもう窮地に追い込まれる。そうなんですよね、まあ、今季初ヒットをね打った時にツーベースになって、うん、それがきっかけでサヨナラになったんだけど、うん、あの打球なんか見てると半端ない打球の速さがあるけどね。ああいうのを生かしきってほしいな。あの下でどんなことを豊さんは最後に求めますか、清宮選手に。どんなことを練習してきて、どんなことを学んでまた上に上がってきてほしいっていう。まあとにかく考えてほしいな、うん、考える。その体を動かすっていうのはいくらでもできると思うけども、考える時間があるわけだから2軍ではね。だから本当にバッティングを自分がこうやったら打てるっていう自信をまず頭の中で構築して、それを練習してほしいわ、うん、まずはやっぱこう頭の中整理した方がいいよ、うん、なぜ打球が上がらないのかとか、はい、入射角と反射角がどうなってるのかとか、うん、ね、そういうこうやっぱり己のことを自分で分かってないと何をやってもダメだから、はい、まず自分の足元から、うん、もうてっぺんまで見つめ直してほしい、うん、そうですね、うん、そうなってきて考えがしっかり決まったら動いていいよ、よしこれだっていうものが、うんうん、じゃないとこう打ちながら探してるようじゃダメだな、あ、そうだ、すぐ崩れる、うんうん、だからこれだってもうこのまま行くっていう、そういう強い意志を作ってほしいな。そうですね、はい、あの2軍でね、そういうものをなんか一つ確固たるものを取得して、うん、次上がってきた時こそチャンスをものにしてほしいですよね。まあそうだな、うーん、まあ頑張らないとな、あとないからもうな。そうですよね、はい。